誰一人取り残されない人に優しいデジタル化を目指し、国が去年から定めているデジタルの日に合わせて開かれたものです。会場には三重県の DX パートナーの事業者によるブースが設けられ、人型ロボットとの交流や e スポーツの体験などが行われました。 VR ゴーグルやスマートグラスを着用してバーチャルの世界を体験した人たちは、その臨場感に声を上げて楽しんでいました。うわ、めっちゃおる、なんかおる、やばいやばい。またドローンを動かすためのプログラミング体験も開かれました。参加した子どもたちはスタートからゴールまでの距離や高さを計算しながら、ドローンに命令するコマンドを組み合わせてパソコンに打ち込み、実際にドローンを飛ばしていました。三重県ではハードルが高いと思われる最新のデジタルに触れてもらうことで、生活に取り入れるきっかけにしてもらえればと話していました。